2018年3月17日19時16分3回、中日、平田に敵地打を浴びた阪神、岩貞イコール名古屋ドーム、撮影、村本聡、拡大。オープン戦、中日1、2の2位阪神、週7日、名古屋 D、阪神の岩貞は制球に苦しみ、先発枠入りに暗雲が漂った。34球や3暴投で自らピンチを招き、4回までに5失点、四積点4。要所でも粘れず、コースをたまに、3個厳しくいかないといけなかった。走者を置いての投球に気をつけないといけない、と反省しきりだった。金本監督も、ちょっときついな。このままローテーションに入れていいものなのか、表相談ですね、と悩ましげだった。金本監督、ロサリオの本塁打に、高めの直球を捉えたからよかった。本人がほっとしていると思う、ドリス、8回に登板。奇跡点1ながら4失点、状態は決して悪くない。他者に投げられたのは収穫、進んでいる方向は間違っていない、阪神、高田投手コーチ、岩貞に、無。バナ出塁、進塁を減らさないことには失点が増える、試合結果へオープン戦日程へ今、あなたにおすすめ。